けいちゃんは肩こりとかはあんまり感じないタイプです。胸の苦しさ、声が出にくいと。あまりないです。そうですか、それはよかったです。ありがとうございます。首が前の方に行くと、ね、頭の重さ5キロが20、まあ、7キロぐらいまで重くなる。首が前に行くと前の椎間板が圧迫されて、まあ、ヘルニアになってきたり、いろいろこう悪さをするんですね。だから手がしびれたり動かなくなってきたりもする。頚椎ヘルニアっていうんですけど、肩が凝ったかなって思ってから手がしびれるとか手が動かせなくなる、結構な短期間できます。なるべく、まあ、首を前にしてるとあんまり良くないので、できるだけ引くっていうことですよね、はい。あとね、頚椎の悪いこう症状がある方っていうのは特徴的な仕草っていうのがあるんですね。どういうことか分かりますかね。全然分かんないです。多いのはこの前にポケットを入れたりとかね、あとはね、腕組みするのが好きなんですね、うんうん。腕組みをすると首が前に、胸椎が後ろに行くから、こういう体勢が楽になる、こういう感じになります、うん。頭が前の方に行くので重たいから頬杖をする。確かに頬杖よりも本来いい位置に持っていく方が早くなるに決まってるんですから、ぜひそれも意識してもらう、はい。でその時に一番味方につけたい時間っていうのがあるんですよね。味方につけたい時間、長い時間同じことをするってことですか。そうです、寝ている、そういうこと。寝方っていうかな、ポーズをどうするかっていうのがすごく重要なんです、うん、はい。眠る時って最初に首が前にいってる方、ストレートネックの方はこの体勢が好きなので、このまま仰向けになるんです、うん。仰向けの時にこう高い枕があると、これを維持できる、楽なんです、うん。もしくはね、横向きをしてると体って丸くなるので、うん、これも実は前の椎間板、これ圧迫されっぱなしなんですね、うん、はい。できるだけですね、枕をなしで本来のカーブにしてほしいんです。でその時に最初のノンレム睡眠、ね、深い睡眠、この時あんまり人間って寝返りを打たないんです。それが過ぎると寝返りをこう打つように、うん、でこれはね、背骨の柔軟性を維持するためには、ね、非常に重要なことなんです。だから寝返りは打った方がいいんです。ぜひそれで寝ていただくと、はい。寝る時にですね、もう一つやってほしいのが、手のひらを上にしていただいて、はい、このまま寝ていただきたい。手のひらを下にして閉じてたりするんです。人間起きてる時パソコンやってる、手のひら下に しっぱなしなんです。確かに。だから寝る時ぐらい広げてほしいんです。これをね、解剖学的なゼロポジションって言うんですけど、すると肩も開きます、顎を引いてられるって、本来はこれが一番いい体勢なんですね。だからこの時間を眠る最初の3時間は維持してほしい。ちょっとそれを実践していただきたいと思います。じゃあ、はい、ケイさんお願いいたします。はい、やってきます。普段私はこういうふうに横向きで最初から寝てるんですが、あまり良くないみたいです。けいちゃん、はい、いかがでしたか。ちょっとした工夫で首とか肩が楽になるならちょっと試してみようと思いました。だからこう体操もいいんですけども、うん、マイナスの要因を外していくっていうことも一つ重要なんですね、うん。あとあの枕を外すとね、この後頭部がこの床につかないっていう人も結構多いんですよ、こうなんですよ。でその方はもう首が前にいってる状態が固まっちゃってるん で、 その場合はですね、タオルをですね、こう重ねていただいて、小さい、はい、それを1日ずつ外していくんです、うん。と 2,3 ヶ月ぐらいかかりますけど、ピシッとこういうふうにくっつくようになります、はい。この前もあのたまたま患者さんの中に、ね、70後半ぐらいの男性の方が、首もちょっと症状が強いんだけども、はい、一番の悩みはその棺桶で蓋を閉まらない、自分が亡くなった時に首が出たのが出てて、うん、っていうのがすごく悩みですということで、
すごいあの棺桶屋さんがたまたま社長さんが近くにいて、はい、あそれ特別注文ありますよって話をしたんですけどそうじゃないって話をして2、3ヶ月ね頑張っていただいたら本当にちゃんとくっつくようになったんですよね。あ、よかったですね。そうなんです、そうなんです。本当のちょっと就活ですけども、うん、まあ、そういう方もいらっしゃって、うん、あとはねモデルさんで皆さんに、ね、枕をしてないんですよ。してなんでですかって言ったら事務所から結構止められてると。実はこうしてるとここにねシワができやすいんですよ。次の首の症状があるかどうかも私たちがパッと見極めてここにシワがあるかどうかチェックしてるんですね、はい、だからまあ頸椎の状態もいいしここもシワもできづらいっていうことなんで一石二鳥だとは思うんです、はい、止められてます？いや特に止められてはそういろいろもう得るものあると思って見ていただければと思います、はいはい、私も参考にしてみます。皆さんももうぜひやってみてください。それではまた別のストレッチでお会いしましょう。バイバーイ。